皆さんこんにちは、いらっしゃいませ、すみチャンネルです。今日はですね、人気の家系ラーメン店に来ています。武蔵屋の東名川崎店です。こちらへ行ってみましょう。で、入り口入って、ね、左側に券売機があるんですけども、そこにですね、こうやって写真があるんですよね。写真があると分かりやすくていいですよね。で、ここね、ライス無料、おかわり自由なんですね。武蔵屋さんがそういうタイプですよね。で、このキューちゃんって普段食べないけど、お店にあるとね、食べたくなっちゃうんですよね。キューちゃんって言っていいのかな。はい、で、オーダーしたのはですね、のり増しほうれん草のチャーシューラーメンですね。こちらをオーダーしました。ではいただきます。あの武蔵屋さんのスープって、まずこうすごいコクがあってね、濃厚ですよね。で、ちょっとザラつき感のある、そんなスープになっていると思います。で、麺はね、中太麺ではあるんだけども、その中でちょっと細めの方に入るのかなっていう感じですね。で、店主さんがね、すごい明るくてね、すごいいい人なんですね。だからかね、その従業員の方々もとてもいい感じの人たちだったので、こうお店に入っててもね、こうすごい気分のいいようなね、お店でしたね。で、お好みはですね、固めにしていて、味の濃さは普通にしているんですけども、結構ね、しっかりと返しの味も感じられてですね、私はそのちょうどいいかなっていうふうに思うような、そんなスープですね。で、ガラダシもちゃんと効いているというところで、いわゆるこうバランス系ですよね。バランスのいい、豚骨のラーメンになってます。豚骨醤のラーメンになってますね。で、麺は中太麺の、細い方のタイプのなんだけども、しっかりとね、スープ連れてきてくれるんで、美味しさがね、やっぱちゃんとスープの美味しさもここでも感じられるし、で、まあこれほうれん草もね、スープ吸ってるのでね、すごい美味しい味になってますね。で、このチャーシューはですね、結構硬そうというかね、しっかりしてるなって見えるけども、やっぱりでも柔らかいんですよね。じゃあ、恨みもあるし、味もしっかりついてるので、これやっぱね、ご飯にね、すごく合うわけですよ。で、もうスープもご飯に合うし、もうチャーシューも合うしとなってくると、やっぱりこの海苔ですよね。海苔でやっぱこう、スープにつけてご飯を食べるっていうのが、もう本当にこれがね、美味しい、食べ方になるわけですよね。で、これね、キューちゃんのところとこう一緒に組んで食べるっていうとね、これね、本当もうベストマッチじゃないかなって思いますよね。うん、かなりね、こうスープとこう合う、スープとつけたその海苔と合うご飯になってますよね。なんだ今の想像して変だな。海苔がすごい合う、こうラーメンになってますよね。で、何が嬉しいって、ここってそのご飯ね、おかわりが自由っていうところですよね。だからね、やっぱりここのお店に来るにあたってはね、やっぱり海苔はね、増しておきたいですよね。で、今回東名川崎の方に来てるんですけども、菊名店にも行ったことがありまして、やっぱそっちでもね、もちろんご飯がおかわり自由だったりするので、やっぱり海苔増しにしてね、食べるっていう感じですよね。で、ここからご飯おかわりしてですね、ラストスパートに行くわけなんですけど、やっぱりここでもね、このキューちゃんはやっぱ入れますよね。で、なんかね、そのキューちゃんのこのつけてるタレっていうかね、それがまたちょっとご飯についてね、いや普段はこんなの食べないんだけど、なんかここのスープだとなんか甘く感じるっていうのかな、このそのタレがついたところのご飯が、だそれがまたなんか美味しく感じるんですよね。うん、だからこれ、ね、やっぱこう海苔と一緒にこう持ってって、ちょっとそのキューちゃんとこうくるんで食べる、だこれがね、ほんとよく合いますよね。はい、ここまでどうもありがとうございました。またお会いいたしましょう。いやー、美味しかったー。